水彩色鉛筆チャンネルへようこそ。今回は田んぼの中のあぜ道の描き方を解説していきます。このチャンネルでは水彩色鉛筆を使って初心者の方でもなるべく簡単にそれっぽく描けちゃう方法をご紹介しています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。使用している画材については動画の概要欄に載せておりますので、そちらも参考にしてください。それでは早速描いていきましょう。まずは鉛筆で下書きをしていきます。定規を使って地平線の部分や電信柱の線などを描いていきましょう。画面の中央あたりに取った×印、消失点の部分と、あとは電信柱の上のラインを揃えるために引いた斜めの線は消しゴムで消しておきます。まずは空の色から塗っていきます。ユニの水彩色鉛筆ダークフタローブルー852番を使います。横向きに空の部分を全体的に塗ってしまいます。山の部分にはみ出してしまっても大丈夫です。でお水をつけて溶かしていきます。今回は水筆を使って溶かしていきたいと思います。水筆の軸の部分を指で押して、ティッシュなどの上でちょっと水分を筆先に含ませてから使いたいと思います。で筆先に十分水分をなじませたら、空の下の部分から上に向かって溶かしていきます。左右に大きく筆を動かしながら一番上まで溶かしていきましょう。全体が溶かせたらドライヤーで一気に乾かしてしまいます。ドライヤーは温風を使っています。次に茶色を使って道の部分を塗っていきます。ユニの水彩色鉛筆ブラウンウォーカー882番を使います。全体に塗れたらもう少し色を暗くしたいので、ユニの水彩色鉛筆ダークセピア875番も上の方に軽く重ね塗りをしておきます。筆にたっぷりと水を含ませて道の部分を溶かしていきます。全体が溶けたらこの部分を乾かしている間に奥に見える山の部分を塗っていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆ナイトグリーン855番を使います。左側の奥に見える山全体に色を塗ったら、筆にたっぷりとお水をつけて溶かしていきます。あの林の部分に色がかかっても大丈夫です。そんなに濃くしないで薄めに塗りたいと思います。で全体が溶けたらドライヤーでしっかりと乾かします。完全に乾いたら次の色を塗っていきます。隣の山も塗ります。同じユニの水彩色鉛筆ナイトグリーン855番で右側の山も塗っていきます。色鉛筆をくるくると回すようにしながら全体を薄めに塗っていきます。こんな感じで塗れたらもう一色重ね塗りをします。ユニの水彩色鉛筆サップグリーン867番を上に軽く重ねていきます。こんな感じで重ね塗りできたらお水で溶かしていきます。
すでにたっぷりと水を含ませて、ちょっとムラになるくらいでもいいので、筆を上からトントントンとする感じにして、若干まだらになるように溶かしていきます。色が混ざりすぎないようにしたいと思います。全体が溶けたら、筆はきれいにして、この部分も次の色を塗る前にドライヤーでしっかりと乾かしておきます。手前の林の部分を塗っていきます。ユニの水彩色鉛筆サップグリーン867番を使います。ちょっと木の感じが出るように上の部分は色鉛筆を縦に動かしながら塗っていきます。で、地平線のところに来たら横向きに塗ってしまって大丈夫です。で、右側の林の部分も同じように塗ります。そうしたらお水で溶かしていきましょう。たっぷりと濡らした筆で、ちょっと上のラインに木の感じが出るように、凸凹になるように筆を少し縦に動かしながら、綺麗に並びすぎないようにして溶かしていきます。ちょっとね、木の感じが出るといいかなと思って、上の方は凸凹になるように、溶かしていきます。筆にお水が足りなくなったら少しお水を足しながら溶かしてください。下は横向きに溶かしてしまって大丈夫です。で、筆を洗って、で、一回一回完全にドライヤーで乾かしてから塗りましょう。入れた部分に次の色が塗ってしまうと、そこだけ色鉛筆の芯が溶けて色がすごく濃くなってしまうので気をつけてください。続いて道の両側の土手の部分を塗っていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆アップルグリーン870番を使います。で、道の両側を塗っていきます。奥の方が細くて手前が太くなるように、こう三角形になる感じに塗っていきます。で、ちょっと草がわさわさ生えてる感じにしたいので、ちょっとボリュームを出しておきます。で、田んぼの部分も描いていきます。田んぼの間にある尾根道、なんていうんですか、土手の部分を描いていきます。では横向きにまっすぐに塗ってしまいます。ユニの水彩色鉛筆サップグリーン867番を少し重ね塗りします。ちょっと緑が濃くなるようにしておきます。筆で溶かしていきます。道の左右の部分から溶かしていきます。筆をトントントンと優しく絵の具の部分をタップする感じでまだらになっていいので、まだらな感じに溶かしていきます。横の部分は筆を左右に動かして溶かします。
します。完全に乾いたら、田んぼの部分にちょっと水を張っていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆ダークスタローブルー852番で、ここに軽く動かしながら青色を入れていきます。この部分をお水で溶かします。たっぷりとお水をつけた筆で左右に動かしながらささっと溶かしてしまいます。左側のあの水面の色が少し濃くなってしまったので、ちょっと消しゴムをかけて消してみました。色が濃すぎた時は消しゴムとかで色の調整ができるのでやってみてください。ユニの水彩色鉛筆サップグリーン867番で草の影を描いていきます。道の両側にちょっと草が生えてる感じにしながら、左上の方からこう光が当たっている感じにしたいので、草むらの右側の方に影が来るように少し描き込みをします。で、土手の部分にも同じ色で軽く影を入れておきます。これはあの下の方に入れてますね。土手の下の方に少し深緑を入れて、水彩色鉛筆モスグリーン868番を使っています。で、右側のこの水面、水を張った田んぼの部分にちょっとね稲を植えていきたいと思います。草の感じが出るようにツンツンツンと上に向かって稲を描いていきます。ちょっと色が足りないところにも少し色を足します。電信柱を描いていきます。使っているのはユニの水彩色鉛筆ブラック899番です。で、先をちょっと尖らせていただいて電信柱を描いていきます。で、電信柱はちょっとだけこう下の部分が太くなるように描くといいですかね。で、定規を使って上のなんていうんでしょう、支柱みたいなので電線を描きます。で、黒は粉が飛んで手でこすってしまうと画面が汚くなってしまうので、描いている途中で何回かブラシなんかで少し粉を払うといいですね。で、草むらと電信柱の影を描いています。ユニの水彩色鉛筆バンダイキブラウン876番です。道の真ん中にユニの水彩色鉛筆のモスグリーン868番とサップグリーン867番を使って少し草を生やしておきます。で、手前が大きくて奥がちょっと小さく細かくなるように描きます。そうしたら、ステトラーの水彩色鉛筆125-55番グリーンアースという色を使って、
林の下の部分に紙を入れていきます。ユニの水彩色鉛筆サップグリーン867番で、田んぼの稲の部分に少し紙を入れて、こんな感じで今回は完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひ高評価や動画の感想などコメントしていただけると大変励みになり嬉しいです。またスーパーサンクスも頂戴しております。いつも応援ありがとうございます。今回使用した画材については動画下の概要欄に記載していますので、そちらも参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。